我々木金スペシャル取材班は、何者かに引き寄せられるように、暗闇へと迷い込んだ。我々を待っていたもの、それは、ボンネットトラックであった。これは木金スペシャル取材班が撮影した実際の映像である。荷台が切断されているため確認できないが、PTO レバーがあることから、ダンプカーであった可能性が考えられる。ハンドルには、N の文字がはっきりと残っていた。我々はボンネットトラックを発見し、撮影することに成功したのである。捜索隊は正面からの接近を試みる。しかし、生い茂った草木が我々の行く手を阻む。我々木金スペシャル取材班は、フロントグリルの撮影に成功した。日産、FS681 型である可能性が高い。飛び出たボンネットから推定すれば、かなり古くから存在していたことになる。だが、荷台が切断されていることなど、すべてが謎に包まれた草広であった。それが暗闇のジャングルに潜んでいたのである。計り知れぬ、謎に満ちた自然であった。幻のボンネットトラックは実在した。しかもそれは、全く光を失った、暗黒の世界に取り残されていた。それが、我々の想像もし得なかった、草広探索の結果であった。今、我々の住むこの地球では、文明の進歩とともに、人間の手によって、貴重な自然が一つまた一つと失われ、そこに生きている草広たちは、生活圏を奪われて、急速に絶滅へと向かっている。我々の国、日本では、ほとんど見ることができなくなった、ボンネットトラック。その姿は、草広になった今も、当時の輝きを失ってはいなかった。